これって転移門かも。間違いないな。よかったなフィリア、ここから出られるぞ。出られるか、よかったね。どうしたんだフィリア、あんまり嬉しそうじゃないな。そう見える。フィリアは一緒には行かないのか。一緒には行かないから、あんたは帰りなよ。だからここでさよなら。あんたと一緒で結構楽しかった。そうか、わかった。とりあえず戻るよ。でもアクティベートすれば大丈夫だろうし、またすぐこっちに来るよ。俺はこのホローエリアに興味があるんだ。ここにはまだ謎が多い。ボスクラスの強力な敵がフィールドを徘徊しているのも不思議だし、途中見かけたモンスターも特殊なものだった。本来であればどこからでも見えるはずの迷宮苦闘が見当たらないのも不思議だ。そう、不思議だよね。わかった、じゃあ来るときは連絡するよ。期待しないで待ってる。またな、気をつけろよ。またな。転移。システムエラーです。ホローエリアからは転移できません。私って何なんだろう。ハークソフィア、戻って来られたのか。転移門の設定は、よし、あそこにも行けるみたいだ。あそこはホローエリアというんだな。フィリアはそう呼んでいた。フィリア、いろいろと事情があるようだけど、PK をするような子には見えなかった。彼女は一体何者なんだ。情報が長時間ロストしたから。私、あ、帰ってきた。ただいま。だから言ったでしょ、どうせその辺りをフラフラしているだけでそのうち帰ってくるって。まったく、アスナをほったらかしてどこかに行っちゃうなんてさ。だからそれは不可抗力だったんだって。不可抗力？そうなんだ。ダンジョン探索していたら突然転移させられて。そんなことってあるの？強制転移ね。もしかして私やリーファと同じ現象なの？それって別の世界に飛ばされたってこと？いや、俺が飛ばされた先は間違いなく SAO の一部だった。ただ隠しエリアみたいなところなんだよ。隠しエリア？そんなものがこの世界にあるの？ああ、通常のアインクラッドの各層とは違う感じだった。ねえユイちゃん、ユイちゃんなら何かわかる？確かにアインクラッドには様々な事情で一般のプレイヤーには公開されていないエリアがあります。でもそれはゲーム開始時に封鎖され、誰もアクセスできないようになっています。プレイヤーが非公開エリアに入る手段はないんだな。はい、ですが今はカーディナルシステムが不安定になっています。それを考えると絶対にないとは言い切れません。それに向こうで知り合った人もいるしな。もしかしてパパ、その人って。もしかしなくても女の人よね。よくわかったな。フィリアってことを向こうで知り合ったんだ。キリト君、私が泣くほど心配
愛して必死に探していた時に女の子と。待て待て、たまたまだって。たまたま向こうに行ったら女の子がいて、スカルリーパーとか出てきたから一緒に戦っただけだよ。うぅ、キリト君のバカ。知らない。勘弁してくれよ。自業自得。でもまあ、何かあっても黒の剣士様がいることだし、探索には行こうよ。どうかな。この世界にいつまでもいるわけにいかないもの。あ、私も行きたいです。キリトさんと一緒ならきっと強くなれます。よし、決まりだな。もう、でも今日はやめておいてね。あ、どうしてだ。さっきスカルリーパーと戦ったとか言っていたでしょ。今日はゆっくり休みなさい。いや、でも HP は全開してるし。パパ、今日はママのそばにいてあげてください。あ、そうだな。じゃあ明日からにしよう。気づかれちゃったか。こんにちは。今までに会ったことはないよな。うん、初めましてだよ。私はストレア。よろしくね。どうしたの？怖い顔して。ちょっと興味があったから観察させてもらってたの。キリトは強くて有名人だもん。興味を持って当然。あ、わかる？私も結構強いよ。どの程度？そうだな。結構前からキリトのことを見てたよ。75層のボスを倒した時とか。ん？それって私のことをもっと知りたいってこと？キリトって結構積極的なんだね。でも質問はここまで。答えて欲しければ、また今度デートしようよ。今日はありがとう、キリト。また今度ね。約束だよ。よう、キーボー。ああ、75層の扉が開いてから攻略組が帰ってこないだろ。これは何かあったなと思ったわけだよ。キーボーがなかなか一人にならないから会うのが遅くなっちゃったよ。まあそうだけどな。ああ、戻れないんだろ。なに、もともとこの世界から抜け出せないのは変わらない。だったら俺っちも前に進むよ。そうだろ？これはマップデータだよな。ありがたくいただくよ。お題は
張りができるのはあんまり良くないんだけどな。特にキーボーからの借りは。そっか。じゃあこれからもよろしくな。言われなくても大丈夫だよ。立派な店構えだな、リゼ。そうでしょ。新装開店、リズベット武具店へようこそ。滑り出しにしてはまあまあね。いい感じの店でしょ。ちょうどこの物件が残っていたのよ。前みたいな水車がないのは残念だけどね。思えばあのお店でキリトの片手養殖剣を作ったっけ。結局あれより強い剣は作れなかったわ。ダークリパルサー、暗闇を払うものだったわね。何かっこいいセリフ言ってるのよ。そんなことを他の子に言ったらアスナに怒られるわよ。私が作ってあげてもいいんだけど、ただし条件があるの。私のスキル上げに付き合ってほしいのよ。ほら、事件のせいで家事の上級スキルがなくなっちゃったって言ったじゃない。だからまた上げ直さなきゃいけないのよ。それがないと鍛冶屋としても半人前だし、それにキリトの剣も作れないし。え、本当に？ごめん、キリト攻略もあるし忙しいかなって思ってたから。うん、待ってるからね。どうした？Thank you.